神奈川版緊急事態宣言を発出し、7月22日から現在のまん延防止等重点措置の中で最大級の対応を図り、東京都が行っている緊急事態宣言と同等の措置を講じます。酒類の提供はマスク飲食実施店も含めて一律停止してください。